の9月よ、塵に帰れ。すべて出し尽くしたである。へえ、マベルを倒すなんてね。うちの制服、何年何組、何部の人？久しぶりだね、ホムラレン。誰だお前？バベルは僕が操っていたに過ぎない。この僕が最後の刀身さ。最後の刀身？じゃあこいつがラスボスってこと？そう、光の刀身、カルマ。記憶の図書館オブリビオン。人間たちの記憶や情報は全てここに保管されている。僕のとっておきの場所さ。お前だったのか、みんなの記憶を奪っていたのは。じゃあ私たちの記憶もあいつに？記憶を奪うことに意味などない。人間の記憶とは実に美しい。中でも愛情や友情、互いを思う感情が強い記憶ほど強く輝く。人間になど興味はない。価値があるのは君たちが生み出すこの輝きだけ。だからこそオルタナティブドラゴン、ホムラレン、お前たちだけは絶対に許さない。何があったんだ？記憶を奪われてるから覚えてないね。絶対に許さないのはオラ様たちの方である。オラ様たちは必ずお前を倒し記憶を取り戻すである。ああ、私たちも一緒にね。こんな奴をのさばらせておくなどありえない。終わらせちゃうんだから。いいね、それが友情の輝きか。だったらもっと輝かせてあげるよ。オラゴンのノート。オラゴン、運命ってこういうことなのか。オラゴンが俺を選んだのは一緒に戦うためだったんだよな。レン君。カルマ天命。来なよ、オムラレン。龍馬。
奴が変身できるのは一度に一体だけのようだ。俺が奴の攻撃を引きつける。火属性のメメントモリに変身したら火属性のリョーマ、火属性のニルバーナに変身したら水属性のナポレオン、得意な属性のモンスターで攻撃するんだ。わかった。よし行くぞカムイン。いいね、今だリョーマ。重力バリアか。いや、カムイもナポレオンもアンチ重力バリアを持っている。重力バリアは効かないはずだ。じゃあみんなどうしちゃったの。なんじゃこりゃ。これが僕の力、因果の法則だよ。因果の法則。動き回れば回るほど動きが封じられ、僕を傷つけた分だけ力を奪われる。君たちは自分の行いによる報いを自分自身で受けるんだよ。攻撃したら弱くなるってこと。自分の首を絞めるということか。Got you.